はいどうも、こしです。今日はですね、デブとしてですね、どうしても見逃せない、気になってしまう文章を見つけたので、ニュースとは全然関係ないんですけど、その一部分についてね、喋っていきたいと思って動画を撮ってます。まずですね、ニュース、そのニュースっていうのがですね、えー、ちょっとネット上で炎上してたニュースで、えー、っと、女性、婚活女性が年収1000万の男を狙ってたんだけど、もう普通でいいやって言って、普通の男性の条件をめっちゃたくさん上げるみたいな。で、 高望みしすぎだろうみたいな炎上のシャドウしてたんですけど、そのニュースは僕、どうでもいいんですけど、全然関係ない文章が気になったんで、ちょっとそれについて喋っていきたいんですけど、内容ですね、気になったところですね、含むとこ読んでいくとですね、えー、誰々さんにとって普通を疑うと、伺うと、えー、正社員で年収600万円以上、 大卒でえ、清潔感があれば、薄毛でも肥満でも良い。借金とかギャンブル癖がない。そこそこモテるがモテすぎない。都心から1時間圏内に持ち家がある。犯罪歴がないなどなど続いていくんですけど、ここまででね、僕がね、どうしても気になったところ。どうしても気になったところがあるんですね。えもう一回言いますね。えー、えー、ここ、そこだけ言いますよ。清潔感があれば、薄毛でも肥満でも良い。清潔感があれば、 薄毛でも、肥満でも良い。大事なことなんで見返けましたよ。清潔感があるデブって、いなくねうん。いるいる見たことあるないいないいないよねこの世にいる清潔感があれば、薄毛でも、肥満でも良い。清潔感がある薄毛、清潔感があるハゲてる人はわかるんですよ。 なんかおしゃれおしゃれななんかスキンヘッドにしてるみたいななんかもうハゲてきたからスキンヘッドにしようかみたいなでめっちゃおしゃれでなんかあのみなにも綺麗ででなんかおしゃれなお店とか知ってたりとか服もめっちゃしゃれててっていう人はイメージできる見たこともあると思うでも清潔感がある肥満清潔感があるデブ見たことありますいなくねだって 脂肪の塊で太ってんだよえ汗とかかくよねええいなくないいや、これ今日これだけですけど、今日内容これだけなんですけど、あの、炎上したところとか、マジでどうでもいいんですけど、この、 読んでて <laughs>、あの、これずっと気になってたんだけど、清潔感があれば薄毛でも肥満でも良いのとこで、僕がなんか文字をこう、15服ぐらいしちゃって、んっていう、清潔感のある肥満、清潔感のあるデブ見たことねえなと思って、いるっていうのを聞きたいっていうのと、聞きたい、いや、もう僕はね、確信を持っていないと思っている。ですけど、もしいたら報告してほしいけど、ま認めるかどうかわかんないですけど、 まあ何の権限があって認めないんだよとかあるんですけどね。清清潔感があるデブはいないと思うんですね。でもあと2分ぐらいだけちょっと話して終わろうと思うんですけど、清潔感があるデブはいない。いないよ。だってデブって清潔感と反対の単語の反対の単語だから。でもデブと清潔感は逆の単語だから。そう、デブ、あの、ハゲと清潔感は別に逆の単語じゃないから、あの、両立はあり得るんですよ。 ハゲだけど清潔感がある。清潔感があるけどハゲている。これはできますよ。清潔感とデブは逆だから、デブの中に清潔感がないは内包されてるから。その、なんだろうな、その、清潔感があるとまで言わなくても、その、不潔ではないデブ。これは可能だと思うんですよ、僕。あの、マイナスじゃない。その、まあ、ひどくはないかな、みたいな。デブに、だけど、そんなに気にならないようはあると思うんですよ、僕。で、そこはわかるんですけど、清潔感があるデブ。この、 プラス要素まで持っていく清潔感を。清潔感あるよね。まで持っていくデブはいなくないいるいるちょっとおしゃれな服着たところで清潔感出る出ないっしょっていうのが気になったんでねこう。今日これだけですね。今日はですね、もうニュース内容全く関係ないんですけど、清潔感があれば薄毛でも肥満でも良いっていうのが、これ僕に なんか、去年見たんですけどね、自分の中でどうしても昇格しきれなかったんで、あの動画にして、清潔感があるデブっていないよねっていうのを、ただただ全国の皆さんに向けて発信したかったっていうだけの動画ですね。はい、えー、この動チャンネルではね、 えー、こういうどうでもいいものからいろいろあげていくんで、ぜひね、悪くないなと思った方は、チャンネル登録といいねをいた,だいただけたら嬉しいですっていうのと、もう一つね、清潔感のある肥満はいないってことだけ覚えて、今日は寝ていただければなと思います。以上です。ありがとうございました。こっしーでした。